こんにちは、よみつです。私は JR 京都駅に来ております。そうです、今回の動画はゴーメーだ。北陸本線特急サンダーバード金沢駅に乗ってきました。このサンダーバード号は来年の3月15日なんと敦賀金沢間が廃止になり、そして2024年3月16日からはなんと大阪京都敦賀間に縮小されます。ということでサンダーバード7号金沢駅に乗りたいと思いますので、それでは早速乗りに行きたいと思います。今回からねちょっとね車内のことも考慮しまいてエトロップで付けさせていきます。それではレッツゴー。
金沢駅に到着しました。今回ね681系のね車両をね乗ってみましたが、結構快適ではございました。サンダーバード金沢敦賀間は来年の3月15日です。乗るなら今、早めのご乗車をよろしくお願いします。ということで今回の動画はここまでとさせていただきます。最後まで見ていただきありがとうございました。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。